どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、昨日の配信の中で、少しお話ししたんですけど、私がまた新たにね、お仕事を始めようとしているという話があったんですけど、その話について、軽く、触れてみようかなと思ってます。今日ね、寝坊したわけじゃないんですけど、おとといは違うかな、昨日と同じで、朝8時からね、お仕事に行かなきゃって言っても家にいるんですけど、お仕事しなきゃいけないので、今もう30分ちょいぐらいしかあと時間なくて、はい、結構ギリギリに収録しているので、あまり長くは喋れないかなと思うんですけど、軽くそのお仕事の話できたらいいかなと思ってます。そうですね。あんまり詳しくはね、まだ言えないんですけど、そのお仕事することになったわけではなくて、いわゆるトライアルですね。はい。トライアルをまずやって、で、それの結果があって、というか、その結果を踏まえてって感じですかね。うん。はい。この前っていうか、先週、先々週ぐらいから始めているお仕事を、とはまた別ですし、雇用形態もね、アルバイトとかじゃなくてね、業務委託だったかな、確かね。はい、確か。ごめん、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、確かそのはずだったような気がします。うん。で、どんな仕事内容かっていうと、実はですね、声のお仕事でございます。はい。今こうやってね、皆さん、クドラジ聞いてくれてるかなと思うんですけど、今こうやって聞いてくれてる、この私の声ですね。はい。を使った、お仕事になります。うん。いや、声のお仕事ね、実は、やったことないわけではないんですよ。はい。声の仕事っていうと、なんか、声優とかがね、パッと出てくると思うんですけど、私が一番最初にやった声の仕事は、最初はどっちなんだろう。多分、クラウドワークスかランサーズさん、どっちかでやったんですけど、YouTube 動画の、ナレーションかなんかだったかな。うん。なんかあるじゃないですか。その、ね、ランサーズさんとかで検索かけると、その動画にナレーションやってくれる人募集みたいな、あるんですよ。うん。で、それに一番最初に確か応募したことが、あって、多分それこそクドラジ始めたタイミングぐらいだったかな。うん、確か。だからもう2年以上前になるとは思うんですけど、の時に初めてそのナレーションのお仕事をやったことがあります。その時はただトライアルをやって、でそれを踏まえて採用になるかどうかっていう話だったんですけど、結果としては、採用にはならなくて、本当トライアルだけで、いくらだっけな、トライアルで 100円とかだったかな、ちょっと忘れたけど、うん、だけちょっと お小遣いにもならないけど、ね、稼いだっていう話なんですけど、ただその時、私もね、自分でナレーションのお仕事を初めてやってみて、あ、ナレーションってなんかあんま面白くねえなっていうか、なんだろう、大変だなって思ったんですよね。うん。やる前は、すごくね、楽しそうなイメージあったんですけど、自分も楽しくできるイメージが湧いていたんですけど、実際やってみるとですね、なんかちょっと違うなって思って、そっからね、あんまり仕事を受けたりとかはしなくなって、で、それが最初だったんですけど、その後、ナレーションとかじゃないんだけど、ポッドキャストのね、お仕事というか、お仕事としてお金をもらいながら、ポッドキャストのパーソナリティをね、やったことも実はあります。これも1年ぐらい前になるんですかね。うん。多分1年以上前かな。に、とある番組でね、編集兼パーソナリティみたいなことをね、やったことがあります。はい。その2つぐらいですかね、本当。うん、お仕事としてやってたのはね。はい。で、今回このタイミングで、また新たに声のお仕事を、することになりました。はい。最初にも言いましたけど、ナレーション。ナレーションだけかどうかはちょっとまだわからないんですけど、厳密にはちょっとあんまり、ね、まだ採用というか、実際にその仕事することになったわけでもないので、あまり詳しくは言えないんですけど、うん。
まあ、ナレーションだったり、まあ、その、なんだろう、役柄というか、本当演技まではいくかな、どうかわかんないけど、とかもあったり、実はちょっと歌もあったりね。実は、はい、歌もあったりするみたいなんですけど、まあ、実際に私が何をするかどうか、何をするのかっていうのはまだわからない状態です。うん。とりあえず今ね、トライアル課題が、課されているっていう状態で、締め切りがですね、今月の24日だったかな、うん、になってます。24日っていつ？ちょっと待って。24日って今日何日だ？今日17か、11月17だから、あと1週間ない？あと1週間ぐらいかな、もしかして。ちょうど1週間後かな。あ、そうだね。ちょうど来週の24金曜日だね。うん。なので、あんまり時間ありません。はい。なので、トライアル課題やらなきゃいけないんですけど、まあ、昨日も言った通り、あまりね、時間が、はい。まあ、アニメ見たりね、ゲームしたりしてる時間はあるくせに時間ないない言ってましたけど、まあ、収録する時間をね、設けなきゃいけないということで、今週のね、日曜日、ちょっとね、ゲーム配信の予定を変更しようかなと思ってます。確かイースをやる予定だったんですけど、今日、FF の配信をやろうかなと、夕方ね。はい。夕方やって、で、土曜日にイースの配信をやろうかなと思ってます。で、日曜日はもともと、今回ね、話してるその、ナレーションの声のお仕事とは別の仕事の、また新たな別の仕事ね、また新たな別の仕事の、まあ、なんだろう、面談というか、ね、ちょっとあったりはしてたんで、まあ、ゲーム配信できないわけではなかったから、予定には入れてたんですけど、まあ、ちょっと、収録もしなきゃいけないということで、ちょっと日曜日はね、ゲーム配信お休みさせてもらって、そのトライアル課題ね、ちょっと頑張ってみようかなと思ってます。はい。そんな感じです。うん。なので、ちょっとまだまだ忙しい状況が続いてるんですけど、いやね、どうなるかね、こういうのお仕事ね。うん。まあ、トライアル課題で、まあ、自分でその、なんていうの、いくつかその、まあ、台本というか、課題がいくつかあって、その中から自分で好きなものを好きなだけ提出してくださいっていうものなんですよ、実はね。うん。まあ、なので、まあ、どれを収録しようかなとかね。まあ、今のところ全部やろうかなとは思ってるんですけど、5つぐらいあってね。うん。さっき言ったその、まあ、ナレーションだったり、まあ、演技じゃないんだけど、演技ってほどでもないんだけど、まあ、その、セリフがあったりとか、あと歌があったりとか、ね。はい。っていうものがあったりするので、まあ、どれだけ自分の力が出せるかっていうところをね、試してみたいなという思いもあるのでね、頑張ってみようかなと思ってます。で、まあ、日曜日にやるって言った、その、こういうのお仕事とはまた別の新しい仕事に関してはね、また、別途、日曜日のその、面談を終えた後ぐらいにね、喋れたらなと思ってます。はい。というわけで今日はこの辺にしときますかね。今どれぐらい時間？10分ぐらいかな。あ、まだ10分にはならないか。でも時間的にはもう30分回ってるかな。あ、もう30分回って、あと仕事始めるまでね、残り30分もないので、今日はちょっとここまでにしたいと思います。もう一度言いますが、今日の夕方は、ちょっと FF のね、配信をやっていこうかなと思ってます。あとそうだ、今日の夜9時からはポポさんとねアニウォッチステーションもいつも通りやりますんで、そちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあ今回の配信はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。